ハロー、こんにちは。ニハオ皆様、マステクのアットギでございます。はい、同じくトッシーです。本日はファイトリーグの方をやっていきましょう。はい、てか本日はてか最近の単発動画って全部ファイトリーグなんだけどね、俺ら。うん。で本日何をやっていきたいかと言いますと、こちらデッキブースターパーティー with 知らぬいファイトロード RTA でございます。はい、ちょっと遅れてるけどね。ちょっと遅れてるけども、まあまあまあ、それは、全員集合するのに時間が、全員じゃねえ。全員じゃないから。全員じゃないよ。全員じゃないから。はい。で、本日からですね、まあ、毎回、タイムアタックを競うのはちょっとつまんねえと。うん。あ、そっか、じゃあ、リアルタイムアタックって名前変えないとおりやる。そっか、そもそもゲームシステムが変わるから、ね、タイムアタックではなくなるな、確かに。そう、タイムアタックではなく正解率みたいな感じになってくる。正解率みたいな感じになります。ルールを説明します。今回から1回クエストっていうかファイトロードのその1とかを1回クリアするたびにお互い5点もらえます。はい、これは一発クリアした場合、でもしクエストを挑戦して1回負けるようなことがあれば獲得点がどんどんマイナス1されていきます。で、まあ、そしたらじゃあ5回以上負けたらどうなるのっていう場合ですけど、もうそいつは時間がかかりすぎということで、勝った方が、答えを教えるっていう。そうだね、ちなみに先に解けた方から答えをもらって次に進めましょう。そうですね。だから結局まあ0点ということです。うん、で両方クリアできなかったらどうするのっていうケースですけど、もうそれは両方アホなんでずっと考えましょう。とりあえず分かった方から教えてあげましょう。うん、はい。というルールになっております。で今回は速さじゃなくてどれだけ考えて一発クリアできるかっていう正解ね、はい、正確さ、はい、というのが大事になります。ちなみに私はもう隣にメモ用紙を用意してるんだけど、これ計算したらダメ？お、いや、はい、俺一応ノートあるし。ノートある。じゃあ計算機なしにしよう。ノートにしよう。同じだよ。いや、計算機の方が早いじゃん。だって計算機の方が圧倒的に。まあ、ノートはあのね、計算ミスがあったら面白いじゃん。あの計算ミスあって負けたらお前そのノートしゃべろよ、まず。はい、というわけで準備いいですか？はい、ではその1、挑戦する、やっていきましょう。321でいい？はい、はい、321スタート。さあ、どんなクエストなんでしょうね、今回。正直、知らぬい系統の質問は少なめだよね、うん、多分。知らぬいじゃないよ、おとぎすな。おとぎすな、なんで知らぬいって言ってきたんだ。おっと、いきなり GGG。リンクかな。リンク、なんだっけ、あの時のデッキブーストファイターって。リンクだったよね。リンクスプラスするやつ。リンクスプラスするやつ。おっと、いきなりすごい強いのがいますね。もうこれ計算ミスったらいきなりいけないやつなんだけど。待って、いきなりめちゃくちゃ計算要求される。あー、え、待ってね、これいきなりめちゃくちゃ計算しなきゃいけないやつ。これで無難でいこう。お、いいのかお前、そんな計算抜きでいいのかお前。何が起きても知らないぞ。いいんだな。フィーリングファイターですから。フィーリングファイターですから。ああ、結局お前このルールになっても結局フィーリングファイターなのね。このルールになっても結局あなた何も変わらんのね。多分これだろうっていう。はい、あ、突破しちゃった。はい、お先。あーらら、やばいやばい。あー、やばい。あ、計算、あ、皆さんわかりますか、やっぱ計算しちゃダメなんです。フィーリングでいきましょう。やっぱこのゲーム計算しちゃいけないんです、やっぱ。あ、分かった、でも答えは。あ、でも俺よかった、計算して。計算しなかったらね、間違えてたわ。え、じゃあどう考えてもさ、4番に置いた場合、うん、火力不足になってくる。火力不足になるのを気づかなかったよね、だからさっき。それに気づくかどうか。ああ、これにもある。で、この場合あなた先にクリアしたわけですけど、あなたボーナスポイントはないんですか？ないっすね、5点でいいんじゃないですか。結局5点で、だってです、個人の正解率を競う問題とかものだから。なるほど。じゃあとりあえず、うん、あっとき時間はかかりましたが5点ということで、じゃあ第2ステージいきましょうか。これだとね、ちょっと助かるのが画面を合わせる必要がさほどない
かもしれない。そうね。俺の編集的にちょっと楽になる。セリフが噛み合わないだけで。じゃあその2行きましょう。はい、その2。3、2、1、GO。 ん？ポイント制ときたら今度は。問いもんだね。問いもんですか。リーダーが。リーダーが問いもん。リーダーが、リーダーが問いもん。あ、すべて退場。リーダーが問いもん。すべて退場。え？敵さんは何？オバケンがいっぱいみたいなやつ。あの、悪いオバケン。いや、18番街だから場面埋まってる可能性は、なかった。すっからかん、すっからかんやんけ。すっから。え、そういうパターン？え、でも、ああ、なるほど、ね。それでメンバー退場？これでしょ？これ計算しなくていいやつじゃないこれ。ふい。これ計算しなくていいやつだったんじゃないこれ。え、俺が甘いんかなこれ。待って、これ負けたらどうしよう。計算しなきゃいけないやつかもしれない。待って、しまった。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 やっちゃった。いきなり4点だ。待って、あ、でも、あ、合ってるよな。うん、こいつだって召喚場所決まってんだから。はい、終わりでーす。あー、そうかそうかそうか。サボテン、そうか、なんか計算足りねえなと思ったら、そうか、サボテンの効果ちゃんと発動できるんだ。そうそうそう。これでも。なるほどね。これはあの、ファイトリーグね、あの、最近始めた方っていうのは意外と分からないと思うんですけど、うん、効果の発動順っていうのは場の数字が、うん、あの各マスに数字があると思うんですけど、 その数字が小さい順から効果が優先的に発動されていくので、うん、はい、それを利用していけば、はい、僕も一発クリアしたので、うん、まあ、はい、5点ですね。はい、お、トシも5点。うん、5点。あれ、お前なんかさっきあって言ってたからなんか できなさそうな雰囲気だったんだけど、なんだ。いや、結局大丈夫。結局大丈夫。結局大丈夫なんだよ。じゃあ3、うん、いきますよ。いい？うん、どうぞどうぞ、見ていいよ。今日か。これ、バタンでいいか。あの、ポイントだけとりあえず自分で検証して先行っちゃっていいか。バタンでいいよ。うん。うん。あの、ローディングとかそういうのあるから。おっと。ホンダ。ホンダがリーダー。え、待って、これ今、情報、あ、そうか、下方修正されてるから、効果ちゃんと昔の、いや、今のままが。敵リーダー、オッケー。で、あ、これ、もう決定じゃん。ただのバン？バンホンダ。すげえわかりやすかった。うん。これは、すげえわかりやすかった。ほう。あと、これ、現実にできたらいいなって思いながら。そのレベルでいい手だった、うん、いや、これ手札がいいっていうだけじゃなくて状況が理想的すぎる。あー、敵さん地雷だな。なんか大体分かったぞ。はいはいはい。これどうするの、最終的に両方50、50だったら。俺なんかそのパターンが見えてきたんだけど、考える時間がね、どっかでミスることになる。どっちかがどっかでミスる。やっぱノートなしでするか。ノートありだとちょっとなんか、じゃあ脳内計算だけにしましょう。脳内計算だけにしましょう。ノートなし、はい、ピシで脳内計算のみでクリアしちゃったら、じゃああれにしましょう。もう、うん、バトって勝ったやつが勝ちというか。俺とお前が戦う。最後は最後結局2人で殴り合う。これ理想だな、本当に。3ステージ目は、うん、こんなこと普通起きねえや。さてと、次はカエルさんと手札理想プラス守り想ってどういうことよ。待って、これちょっと怖いぞこれ。ん、お、4ステージ目から早速ちょっと難関。いや、難関っていうか、だってこいつよな。あれ、これぶっちゃけ一番簡単かもしれないこれ。あれ、俺どうかミスってんのかな。簡単すぎて自分すら疑ってしまう。
あ、そっか、お前じゃない。ええ、あ、ん、ちょっと待って、これで終わる、終わる、え、これで終わるよね。うん、じゃあ君は誰、君は誰じゃあ君は誰、君は、え、なんでちょっと脅しにかかったような効果発動したの、君今。え、なんかちょっと一瞬びっくりするけど、結局何も起きなかったでしょ。ちょっと面白いものが撮れたよな。君は誰なんか最初見逃してんのかなって思って普通にキャラ一体出したら手番効果発動して、はぁって、やばい、やっぱなんかあったって思ったら結局何もなかったっていう。おっと、おっと、これは面白い。あ、これトシ君、君さては今回のルール、え、今回のファイトロード、君何が起きるか知ってた？いや、そんなことないですよ。知っててポイント制にした、君。いや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 、今回のルールですね、珍しくトシ君が考えてくれたんですけど、はい、これまるで君が考えたからこうなったようなことが起きてるんだけど。マジで？そんな都合いいことある？そんな都合いいことありますね。マジでか。何が、運ゲーがついに来た。え、何が起きたと思う、ちなみに。え、ホトトギスの運ゲー？ホトトギスの運ゲーなのは間違いないけど、ちょっと答えは、まあ、60点ぐらいしか上げれない、その答えは。ほほう。ちなみに過去にこういうことあった一度か。過去にこういうことがあった、こういうことがあった。待って待って、めちゃくちゃこれ隙間番やないってさ。今ので大ヒントになったと思う。え、どういうこと。え、とりあえずこれかな、多分。ほいほいや、あー違ったな、一個奥だこれ。ん、800、500の1300だよな。うん、オッケー。帽子かと思ったら全然関係ないっていう、ね。うん、俺ね、最初俺もそうかと思ったんだけど、結局全然関係なくて。で、ワッショイの子出すじゃん。うん、何が起きたか見た？え、なんかサーフィンがパワーアップしたんやろ。そう、サーフィンがパワーアップして、俺最初あのパワーアップがてっきりゴンギツネより強くなるかと思ったから、効果知らんかったから俺。なるほどね。てっきりゴンギツネより強くなるから、あーやべ、ミスったって思って、結局全然関係なかったっていう。なるほどね。て、逆に君はあれを利用してどうにかするのかなって思ってた。ああ、いや、じゃあ、あれを利用するっていうか、完全にあいつの効果読んでなかったから、急に攻撃力アップされて、なんか、なんか逆に攻撃力落とされるような効果だったらまずいと思って。ああ、はいはいはい。おっと、すげえ理想的な配置です。はい、とりあえず今のところ全員ですね。うん、そうですね。で、多分君は次で、僕がさっき何を、なんでポイント制で、君はまるで測ってたんじゃないかって思ったか分かると思う。どういうことだ？ワンちゃん負けるかもしれないからな。そんなに何、運が試されるようなステージなの。うん、そうだね。とりあえず私はなんとかクリアできそうです。エクストラ1、あ、エクストラ1なんだ。うん、あ、うん、分かった。ワンチャン負けるかもしれないので頑張ってください。あー、なるほどね。これ対戦じゃん。対戦なんですよ、普通に。リアルファイト要求してきやがった。で、ちょっと正直今、まずいです。え、今リアルファイト。今リアルファイトダウンなんだけど、正直ちょっとまずい。ああ。ああ、はいはい。待ってね、これちょっと勝てるかどうか、マジで今ちょっと不安なんだけど。大丈夫だよ。これ敵さんが何かに言うの？相手さんがね、割と敵が殺意丸出しなんだよね、相手さんの敵が。
守ろう守ろう、そのレベル。ねえ、あと、ゆきくんよ、うん、最悪のことが起きたよ。なんで切れたの？収録が途中止まってたよ。皆さん、今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。